ムガリッツはスペインバスク州ギプスコア県エレンテリアにあるレストラン。アンドニ・ルイス・アドリスがオーナーシェフを務めている。ムガリッツの厨房アンドニ・ルイス・アドリスは1971年にバスク地方のギプスコア県サンセバスティアンに生まれた。アドリスは自身の少年時代を悪ガキだったと語っている。当時の同年代の少年と同じようにパンク音楽を聴き、 世間に反抗してバスク分離主義を支持した。その一方でイカスミの匂いの違いに気づくことができる繊細な味覚も持っており、14歳で料理学校に入学した。16歳の時には料理雑誌に掲載されていたフェラナドリアの実験的な料理に刺激を受け、強く料理人を志すようになった。百九十三年から百九十五年にはエルブジで修行し、 その後は、サンセバスティアンに戻って、マルティン・ベラサテギのレストランで働いた。ビスケーワンから4マイル内陸に入った、ギップスコア・県エレンテリアの田舎に、レストランとして使用できる古い農家を見つけて、改装工事を行った。1998年3月、壁に緑色のツタが生う農家を改装した赤屋根の建物でムガリッツが開店した。開店当初は、 観光庁が泣いていたが、実験的な料理で徐々に客数を増やした。レストランは17のテーブルを有し、客は厨房に招待されて、シェフから説明を受ける。メニューの再確認のために、陶器は休業している。料理には野生の花や構想を積極的に用いている。2010年2月15日の朝には、電気のショートが原因で厨房で火災が起こった。この火災で、 食器類などをすべて消失し、レストランは4ヶ月間の休業を余儀なくされている。その知名度の高さから、世界中の同業者から、励ましのメッセージを受けた。6月には、営業を再開した。2014年には、食文化、サイトデイリーミールの、世界で最も美しいレストランで、第10位に選ばれた。世界中の著名シェフが冷蔵庫の中を公開した、書籍、 インサイドシェフズフリッジス、ヨーロッパで、アドゥリスは、キッコーマン製の醤油、ニンニク万能調味料、十年熟成メリンなど、日本産の調味料を多く揃える、冷蔵庫を公開している。アドゥリスが修行した、エルブジ、エルブジの、オーナーシェフを務めているフェラン・アドリアは、ムガリッツのアンドニ・ルイス・アドリスと自身の兄弟、アルベルト・アドリアを、この惑星における二人の偉大な料理人としている。 モナコのロテル・デュ・パリにあるレストラン、ルイ・キャーンズで、アラン・デューカスを祝った際、アドゥリスは、YouTube の動画と10分間格闘して、蝶ネクタイの結び方を学んだよと語っている。2012年には、食文化の功労者に贈られるエッカート・ビツヒマン賞を受賞した。2000年には初めて、ミシュランガイドの一つ星を得て、2005年には二つ星を得た。 イベリア半島版ミシュランガイドと称されるイアアレプソルでは最高評価の対応3つを得ている2006年にはレストラン誌の世界のベストレストラン50に初めてランクインし2011年と2012年には第3位に選ばれた2008年と2012年には世界のベストレストラン50のシェフズチョイス賞に選ばれているアデリスやムガリッツが著者または 協調者として関わった書籍には以下がある。ありがとうございます。